ジョン・デイビッド・ホルムジョン・デイビッド・ホルムはアメリカ合衆国の政治家。ビル・クリントン政権で国務次官を務めた。1940年12月4日、サウス・ダコタ州ハイモアにて誕生。家族が経営する農場で成長した。北ミシガン大学にて数学及び物理学の学士号を取得。1970年にジョージ・ワシントン大学法科大学院で、 法務博士号を取得。1965年から1979年まで連邦上院議員、ジョージ・マクガバンのスタッフを務め、立法事案の調整及び上院外務委員会の作業管理を担当。1972年の大統領選挙では民主党予備選挙にて、マクガバンの検案事項を調整役を任された。本選挙では主席スピーチライターを務めた。 1979年から1981年まで国務省政策企画本部にて勤務し軍備管理と法的課題を担当。1981年から1992年までワシントン DC の法律事務所オメルベニーマイヤーズに勤務し主に国際的事案の調整を扱った。1992年の大統領選挙ではビル・クリントンを支援し国防と 外交政策に関する顧問役を担当。1992年民主党全国大会では、要綱基礎委員会及び要綱委員会の統括委員長を務めた。選挙後の1993年11月22日、軍備管理軍縮長長官に就任し、大統領及び国務長官に対して軍備管理。 核不拡散、軍備縮小に関する事案について助言を行う役割を担当。アメリカの国家安全保障の主要な柱として軍縮を主張し、軍備管理をアメリカの安全保障政策と一体化させて展開、運用すべきと提案した。1997年12月15日からは国務次官代行を兼任。1999年4月1日には、 政府の国家外交政策の遂行のための組織再編の一環として、軍備管理軍縮長が国務省に完全に組み込まれ、この時点において国務次官と軍備管理軍縮長長官の役割が統合。統合後は国務次官代行と兼任で国務長官特別補佐官を務めた。その後、上院休会中の2000年8月4日に正式な国務次官として、 指名を受け、8月7日に着任。この9回任命に対して、連邦上院は9月28日に承認を拒否。クリントン政権末の2001年1月に退任。ありがとうございます。